おはようございます。本日は横川におります。今日はゆるっとハイキングしたいと思います。今、薄い、関所跡から、これから、アプトの道を通りまして、熊野平駅へ向かいます。で、そこから一度戻って、今度は中山道を通って軽井沢へ行きます。お天気に恵まれました、ゆっくり歩いていきたいと思います。それでは行ってきます。湖が 1.1km、メガネ橋が 2.1km ですね。ここに公衆トイレがあります。分岐に来ました。先に碓井湖行こうと思います。トンネルがずっと続いてますね。ましたので引き返して旧中山道に向かって戻りたいと思います。いよいよ旧中山道です。富士山が見えますね。熊野神社まで 6.4 キロですね。まだまだ結構ありますね。いきまーす。面白い道だね。栗ヶ原です。熊野神社まで 1.2 キロですね。温泉はここから6キロだそうです。ああ、見たことある景色に到着しました。結構歩いたって感じありますね。ちょっと空いてればお餅食べようと思います。峠脱出しました。あまりに人が多すぎてお団子もちょっと食べたいところだと、20組以上待ってましたね。また平日暇な時に来ようと思います。とりあえず昨日の夜7時から何も食べてないので、もうこれ 3.5 キロ降りたら何か食べようと思います。もうこの遊歩道の辺りは終わってますね、紅葉は。散ってます。